歴史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様を私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目はドタ御前。今日も最後まで聞いてちょうだいよ。泣かぬなら殺してしまえホトトギス。まあ、この言葉通り目的のためなら味方でもその命を奪い魔王とまで呼ばれ恐れられました戦国時代の覇者織田信長。まあ小さい頃からやんちゃ者でね、馬のお乳の出が悪いと乳首を噛み切ってしまい、まあこれによりね何度も馬が変わったんだそうですよ。そんなやんちゃで手のかかる信長のことが大嫌いだったのが実の母親ドタゴス。まあこの時代嫡男として生まれた男の子は母親が子育てをするんではなく乳母や守役が世話をする時代なんですね。まあ信長も生まれてすぐ乳母がつきまして実の母親でありますドタ御前はほとんど会うことができない状態。しかも信長が生まれた後すぐに弟の信行が生まれましてドタ御前はこの信行にべっ溺愛するようになるんです。しかもこの信行は信長とは違いまして小さい時から貧困法制とてもよくできた息子だったこともありましてうつけとまで呼ばれました信長のことをより一層嫌っていくんですね。まあ、なんとかして弟の信行を織田家の当主にできないものか、そう考えたドタ御前は反乱を企みます。しかしその企みは柴田勝家の裏切りもあり信長が返り討ちに成功。実の弟を殺すことで織田家の当主となったわけです。まあ、しかしこんな信長の非常なまでの行動の裏には母親からの愛情が欲しかったからなのではないかと言われておりまして、まあ、年上の女性ばかりをそばに置いたのもその一つとも考えられてるんですね。まあ、もし信長がドタ御前の愛情を一身に受けていたとしたら後世にまで名を残す人物にはなっていなかったのかもしれませんよね。まあ、信長を作ったのは良くも悪くも結局は実の母親ドタ御前だったということでしょうね。